お元気ですか、ボクシベでございます。今回は 2024BBM プロ野球90周年カードでございます。沢村栄治から佐々木朗希までプロ野球90年の歴史を彩ったスター選手たちを収録したカードでございます。だから懐かしい選手もね、いっぱい登場いたします。こちらはワンボックス18パック入りで、ワンパック7枚入りでございますので、前編後編9パックずつやって、分けて、動画を上げていきます。それでは最初は前編の9パック開封していきたいと思います。はい、早速開封していきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。上原浩二投手でございます。山田久志投手でございます。丸義弘、外野手でございます。で、巨人が、V9 を達成した時のカードでございます。若松ストム、こちら外野手でございます。柴田勲外野手でございます。すいません、ちょっとね、手袋ね、関係と、つるつる程度でなかなか取りづらいところがありますが、ご了承ください。金田、正一投手でございます。2袋目でございます。坂本勇人内野手でございます。高須慎吾投手でございます。今のね、ヤクルトの監督でいらっしゃいます。平松正治投手でございます。名コンビですね、ロッテオリオンズの山崎博之内野手と有藤道代内野手のねカードでございます。加藤秀治内野手でございます。名称カードでございます。水原茂監督でいらっしゃいます。松原誠内野手でございます。3袋目でございます。沢村栄治投手でございます。で、村上宗隆内野手が史上最年少で三冠王を達成した時のカードでございます。で、キャッチフレーズ神様仏様稲尾様の、稲尾和久投手の、ね、カードでございます。北別府学、投手でございます。失礼いたしました。佐々木和弘投手でございます。張本勲外野手でございます。で、名コンビでございます。大杉克雄内野手と張本勲外野手のカードでございます。
4袋目でございます。岩瀬ひとき投手でございます。こちらね、ニックネームブンブン丸のヤクルトスワローズの池山貴弘内野手のカードでございます。でこちらは、CDL はね入っておりません。正規のトレードですね。この阪神の、小山正明投手と山内、和弘投手のね交換する、異例のトレードが成立した時のねカードでございます。で衣笠幸代選手が世界記録の2215試合連続出場した時のカードでございます。大杉勝夫内野手でございます。高橋義彦内野手でございます。で、名コンビ掛布正幸内野手と岡田彰信内野手のカードでございます。5袋目でございます。稲葉篤紀外野手でございます。昭和のね、カードでございます。山本浩二、外野手のこれカードでございます。杉下茂投手でございます。で黒田博樹投手でございます。岡本和真内野手でございます。名コンビですね、山本浩二外野手と衣笠幸代内野手のカードでございます。立浪、和義内野手でございます。6袋目でございます。佐々木朗希投手が完全試合を達成した時のカードでございます。秋山浩二外野手でございます。江川卓投手でございます。小笠原道弘内野手でございます。大島康則外野手でございます。原辰徳内野手でございます。石川正則投手でございます。7袋目でございます。松岡博投手でございます。名将、三原修監督のカードでございます。で平成カードでございます。ヤクルトスワローズの古田敦也捕手でございます。矢沢圭一内野手でございます。名将野村克也監督でございます。名将カードでございます。前田智則外野手でございます。長嶋
茂雄選手が引退した時のカードでございます。8袋目でございます。青木宣親外野手でございます。さ、松井和夫内野手でございます。で昭和カードですね、読売ジャイアンツの金田正一投手でございます。名コンビカードでございます。大杉克夫内野手と柴田勲外野手のカードでございます。張本勲外野手でございます。谷重元信捕手でございます。佐々木和弘投手でございます。で最後は前編の9袋でございます。田淵幸一捕手でございます。名称カードでございます。小葉武史監督でございます。山本昌投手でございます。王貞治選手が世界記録の756本塁打を達成した時のカードでございます。村田兆治投手でございます。高橋由伸、外野手でございます。で最後は、有藤道代内野手でございます。以上で 2024BBM プロ野球90周年カードの開封動画を終わりたいと思います。前編の9パックでございます。後ほどね、後編の9パックもやりますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。